はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエスト10続きやっていきたいと思います。前回ね、メギストリス編クリアしました。そしてね、道具でこの忘却のアルマというのを手に入れたんですけど、これね、クエストでね、なんか本の中に入れて違う女の子を動かしてね、まあ、攻略するクエストみたいですけど、結構長いみたいなんで、後でじっくりやろうかなと思いまして、まあ、詳しくは前のパートの、まあ、最後の方に入ってますので、まあ、これね、いずれやっていきたいと思います。という前に、今回ね、この人にも話してなかったんで、重い病気でここに伏せていたバグドウを賢者マリーンは癒しの術で救ったらしい。いや、賢者術とは本当にすごいものだ。だが、癒しの力なら俺の育てている薬草もバカにしたものではないぞ。なんといっても誰にだって使えるからな。ところであんた、見たところなかなか腕が立ちそうだな。どうだ、一つ仕事を頼まれてくれないか。実は薬草の鉢植えに使う窓ハンドルが足りなくて困っているのだ。窓ハンドルはグレンリオ東の南側にいる窓ハンドが落とすんだが手に入れてくれ。ああ、はいはい。行きましょうか。これやってなかったね、ずっとね。死の中に隠れて姿が見えない。なんか普通にね、これエンカウントしますけど、まあ見えるメガネ持ってますんで。ということで、あ、それだけか。これ頭ぶつけないよね。ですね、装備品で、オカルトじゃなくて地中ゴール、ゴーグル。これで、まあ一応窓ハンドが見れるはずなんだけど、ここら辺にもいたような気ですけどね。多分グレンリオ東って言ってるから、ここじゃダメなんだろうね。確か見れたと思う。あ、いたいたいた。窓ハンド。これ見えないんですよ。ゴーグルつけてないと。ね、あら、いいのかしら。黄金のかけらとか取ったけど。あ、死んだ。まあこれだけさっさと渡してこよう。うむむ、豊かな土の香りがするぞ。あんた窓ハンドルを持ってきてくれたんだな。あ、早く見せてくれ。はい。おお、なんと素晴らしい窓ハンドルだ。これなら最高の薬草を育てることができる。感謝する。これを受け取ってくれ。毒薬草5個。いいね、6250円。ん、何か言いたげだな。あ、俺のような武骨な戦士が薬草ごときで一喜一憂しているのが奇妙に思えたんだな。実はな、バグドウが以前にこんなことをおっしゃっておられたんだ。戦士たちよ、仲間を持って薬草を育ててみよう。仲間を思う心が集まって国を思う心となり、その心が国を強くするのだと。そのような王の言葉もあって、グレンでは薬草を育てることは戦士のたしなみであり、最高の薬草を育てた者は尊敬を集めるのだ。ああ、バグドウ様様ね。あ、レベルアップしちゃった。じゃあ、僕はこの先だったと思うけど、記憶間違ってなければ。まあ冒険のついでですね。今地中ゴーグル装備してるんで、窓ハンドとか見、おお、ポイズン取りとかいい。灯油はいるけどいいか、見破ってるし。まあ来てくれみたいなこと言ってましたけど、まあまだいいでしょう。とりあえずガートランド行きたい。振り直しってのができるんですよ。で、レベルも上がってきたんで、パッシブもね、振り直したらね、まただいぶ違うんで、他の職業に行かせたりできるんでね。まあ、魔法使いがかなり上がってるので、他の職業ちょっと上げたい時に、ちょっとパッシブ間違えたなと思えばできるんですけど、これ発売した時ね、できなかったんで、アップデートまで。振るの失敗したらね、待たなくちゃいけなかったっていうね、すごい話ありましたけど。お、これってドラクエ9にいたけどさ、ランドンクイーンなんて。でもここの大陸出てきたのって、ランドンフットとかって出てきたのってドラクエ10からなんだよね。だから実は
どうなんだろう。でも何も悪の世界らしいです。ザマ峠、これどこ行くんだっけな。ランドンケース、ザマ峠行くんだっけな。はい、柵があるってことは、まあ、敵が強くなるってことですね。だけどそんなでもないな。タップデビルこんなとこにいるんだ。あ、これも倒してますからね。お、ベビーニュート。いや、これね、あの別データで一応戦ってはいますけど、そんな大して、まあ、ここら辺の強さかなぐらいですね。お金貯めるためにデータは用意してるんですけど、爪も上がってきたから武闘家も上げたいな。スキルは、あ、やっぱり上がってた。はい、ザマ峠。でね、ガートラント領があるから、ああ爆弾はない。これ戦ってますよね、確かに。で、見破り済み。なんか取りましたもん。これは、ドラクエ5にいたやつだね。山賊ルフ。あ、いっぱい出てるから、これレベル上げもいいね、ここでね。あ、こんだけ出てれば。これは大して強くない。お、なんか出てきた。エンゼルハーツ。エンゼルハーツ、そういえば今更ですけどまだ交換してないね。ここは一回石登録しといた方がいいかも。また向かいます。お、オークがいる。オーク戦ってないかも、もしかしたら。オークキング戦ったのにオーク戦ってないという。とりあえず自分の今知ってるところは、まあ、5大陸、まあ、全部攻略して行けるところまで行ったら、まあ、見えてないもの見えてくるかなっていう話なんで、たパート30、40ぐらいで行けるんじゃないかな。どうなんか分かんないですけど、まあ、普通のドラゴンクエストの、まあ、DS 版とかね、あんなボリュームは多分あると思うんですよね。まあ、そこから長いですけど、ドラクエは。はい、かなりの道のりなんですけどね、まあ、ちょっとカットしてきました。まあ、相当、まあ、相当ありますね。ここからさらにガートランド城下町なんですけど、まあ、いろいろあるね。ビグザット地方。これはこれ倒したんじゃん。ビッグフェイス、そうだね。明治キメラも戦ったでしょ。日替わりクエストでね、ちょこちょこ戦ってたりするものもいますんで、自分。あ、これね、出てくるチャンスはあったんですけど、自分ただ戦ってないだけです。ダッシュラン、見破っています。もう今となってはそうでもないんですけど、あそこにいますね。ラーディスオート、確か。キングスライムとかいた場所。まあ、初の敵はね、なるべく戦いますけど。あとはもういいかな。裏で実は買ってました的なね。
またグレンとはね、また一風変わった大きなところありますけど、ここと戦争仕掛けようとしてましたからね、バグドをね。魔性の力ってやつですね。さて、着きました。これとここ来れるようなのか。あ、なるほど、そういうことね。ここはとりあえずルーラストーン登録しとかないとね、いけないので。はい。この辺りでは腕の立つ者たちが突然行方知れずになるという事件が起こっているのです。ガートラント城の兵士たちも捜索に向かったきり帰ってこないとか、もっと詳しい話が聞きたいなら、この通りの先にあるガートラント城へ行ってみるといいですわ。はいはい。はい、とりあえずね、お城まで来ました。まあ、かなりの道のりなんでね、ルーラストーンでね、ここまで飛んでこれるみたいですけど。はい、イベント。おっと、ごめんよ。おう、賢者マリーン様じゃ。邪魔だよ。ほら、この財布あんたのだろ。あははは、もしかして気づいてないのかい。さっきの男はスリさ、あんたスリに会ったんだよ。見たところ一人前の証を持っているようだが、ずいぶん間抜けな一人前もいたもんだね。ぼっこはぼっこの財布を受け取った。全財産が入っているんだろ。気をつけな、おまぬけさん。はははは。さて、なんか大きな人が出てきましたけど、中に入ってみましょう。このね、ここなんですけど、あ、やはり名前が黄色いですね。お、ありがとう。あ、もちろん。この炎の間にはガートラント建国王ラダガートが、刀身として祀られている。レベル35以上のものがある儀式を行えば、投資ラダカードの祝福があり、選んだスキルを一つやり直しできるようにしてくれる。つまり、選んだスキルのポイントをゼロにし、そのスキルポイントを獲得した職業にまた振り分けて、ないポイントに戻せるんだ。だから、魔法使いの杖に全部蓋の魔法に全部振れば魔力覚醒ができると。あと、魔法のね、魔法のパッシブを他の職業でも使えるとね。その儀式とは、ガミルゴの護符という、特別な神具を作り、グレン領西にいるバグレア教会跡地に収めてくること。といって自分で作る必要はない。ガミルゴの護符はグレン城下町に住むリュウという老婆が作ってくれる。炎の樹木とグレン領を東の北西にいるゲリオンが落とす。あー、そこか。慈愛の光を彼女に渡せばよ。炎の樹木は簡単だね。これをね、ちょっとやっちゃいます。では早速行ってくるかよ。どうぞ気をつけてな。ということで。これもそうだけど、これやればだいぶ違う。とりあえずこの便箋屋さん行きましょう。はい、いつも通りなんか売ってんでしょうかね。はい。剣岩って知ってますが、剣岩かな？オルセコ高地の真ん中にある大きな剣の形をした岩の名前なんですけど、その岩に奉納されている剣から取れる巨大剣の錆っていうのが欲しいんです。それで、新しい便箋を作ってみたい。というわけでどうか巨大剣のサビを取ってきていただけませんか。もちろん出来上がった便箋は差し上げますから。はい、わかりました。936だって。まあこれもやっちゃいましょう。これか。
人の一生などほんのひととき、うたた寝している間の夢のようなものを記憶しても仕方ありませんな。ほう、お前さん、ガミルゴの護符が欲しいのかね。それなら炎の樹木と慈愛の光を持ってきておくれ。護符を作るに必要じゃからな。ということで、持ってきます。はい、これ以前来た場所ですね。メガザルロックね、倒してレベル解放した場所なんですけど、まあ、本当に次でやってもよかったんですけどね、思ったよりもレベル上がるのが早かったので、まあ来てしまったっていうのがありますけど、で、上げたはいいけど、結局あの後魔法使い一回も使ってないんだよね。で、51にならないと次の受けれないみたいなんで、まあまだ先ですけど、他の職業も上げたいので、せめて全部50くらいは投げたいですね。まあ、その間に、まあ、フレンドさんにお願いして、スーパースターとかね、まあ、できればいいかなと思うんですけど。フレンドさんとかリア友とかいますんで。ゲリオン、これですね。ニャブとか。これ確か通行の一撃すごい出さなかったっけ、なんかそんなような気ですけど。魔法の精神ないのか。だからね、パッシブ組み直したいってこういうことなんですよ。だからこれをこなしてしまえばちょっとゴッコさんが強くなる。あ、進んだ一発。はい、慈愛の光、これを持っていけばいいと。はい、作ってもらいたくてわしを訪ねてきたようじゃな。それなら炎の樹木と慈愛の光を持ってきておくれ。持ってきましたと。よくぞ手に入れなすった。では早速、護符を作るとしようかの。勇ましい王の昔話もしながらな。昔々のことじゃ、このオーグリードの大地に突如大きな穴が開いたそうじゃ。穴からは紫色の霧が天まで吹き出した。それは、触れたものを魔物に変えてしまう恐ろしい恐ろしい霧じゃった。そんな時、勇ましい王が巨人となって現れた。そして、その身の丈に合う巨大な盾を用いて、霧の吹き出す穴を塞いだんじゃ。オーグリード大地は、救われた。だが大量の霧を浴びた王もまたすでに魔物に姿を変えつつあった。王が自らの身に何をしたかは誰も知らぬ。だが勇ましい王は最後にその身を石に変え果てたという。さて、できた。これがガミルゴの護符じゃよ。それは迷える魂を導くための護符じゃ。そういえば最近欲しがる旅人が増えたの。そりゃそうでしょ、これ欲しいもん。さて、じゃあね、ガートラントの、どっちの方が近いかな。あ、こっちはガートラントだろうな。あとなんか石削ってこいって言ってましたよね、便箋屋さんが。そこを取って、まあ、二人に報告して終わりましょう。ただレベル40、今3だから4とか5とかなるんじゃないかな。ちょっと遠いのでね、カットします。オルセコって言ってましたね。あそこも変ないんだよな。まあとりあえずね、あの依頼受けたら、まあ依頼受けたって新しいとこ行ったらとりあえず一通り依頼受けてみたらね、こうやってね、あのいろいろ活かされるので、まあこういう場所なんだなーっていうのもわかりますしね。あ、ここ行ったらまずいなーとかね。早速柵がある。うん、なるほど。あ、バドリー。前なんかこのバドリー岩石地帯かなんかがレベル解放クエストだったような気するけど、ちょこちょこ変わんのかな、やっぱりアップデートすると。それか記憶違いか、記憶が確かならばそうだったと思うけど、あそこだね、剣の岩。あ、またここも行くとこ行くことになりますけど、ここでもレベル上げやってましたね昔。はい、ブラッドソード。まあ、これが取りますか。
武器回復しないでしょ。この中で回復しなくていいだとか思いながら、本当に回復してなかった。道具、魔法の小瓶、3つしかない。おライノソルジャー。かなり強そうだ。じゃあ、これの上もちらっと見て、おベホイムスライムもいる。見破るか。え、2匹出てきてる、もしかして。厄介だからこれ倒します。倒さないといけない。ただ魔法の扉なくなったから。いいんだけどな、また後でいいか。戦うの。ちょっと2400、美味しいね、ここ元気玉で。すぐ50になっちゃう、こんなとこいたら。あんまなるだけ上げないようにはしてんだけど、上がっちゃうんだよな、どうしても。ちょっと悪い癖あるんで、自分見かけたら戦うみたいなね。ここですね。まあ、あそこに宝あったけどね。これどれだっけな、どれかだと思うんだけど。はい。巨大剣の錆を手に入れたと。はい。持ってきました。はい。わあ、ありがとうございます。早速、この巨大剣の錆を混ぜ込んで新しい便箋作ってみますね。ということで、また便箋増えました。こういうとこもね、収録した方がいいですよね、やっぱりね。すごいです。最高傑作です。はい、どうぞ。ガートラント城限定品、ご当地便箋できました。当主の便箋。剣眼だよな。剣はかな。剣眼には遥か昔、古代オルセコ闘技場で勇猛に戦い命を落とした闘士たちが祀られているんですって。だからあの場所に奉納された巨大剣には闘士たちの熱い闘争心が宿っていると言われているそうですよ。必勝祈願して巨大剣を磨き、お守りに錆を持ち帰る方も多いそうで、この便箋もそういう人に受けると思うんですよね。当時の便箋は早速この郵便局限定で売り出しておきますね、ということで。はい、ちょっとね、うっかりしてたんですけど、あれでクリアかと思ったら、ここだね、ここに持ってこいって言ってたね、そういえば。戻ってあれ進まねえと思って。バグレア、なんたら、何でしたっけ、バグレア教会跡地、こっちか。見つけ物石、こんなとこ置こうてね。いた、おっと、神父。ああ、ゴフ、ガミルゴ様の。はい。ああ、ガミルゴ様。ガミルゴ様、どうか、どうか我らをお助けください。やっと僕も行けるんだね。おう。ああ、また一人、ガミルゴ様が天へ導いてくださった。ありがとうございます。ありがとうございます、ガミルゴ様。子供たちを全員そちらへ送ったら私も参りましょうぞ。なるほど。じゃあ、ガートランド行きます。はい、本当はね、もっとね、行きたいとこいっぱいあるんですけど、1日1回できるとことかね。全部入れてしまうと入りませんので、はい。バグレア教会跡地にガミルゴの護符を納める儀式を無事に終えたようだな。そのあたりには、昇進の祝福が与えられよう。やり直しの法事は、
非常に貴重な品で、普段は3000ゴールドで分けて、これ最初1万ゴールドでしたよ。自分最初やった時、最初1つは特別に授けよう。3000でいいんだ。下手したら1日のクエストで4回ぐらい振り直しできるってことだよ。おお、随分価値が。あの青い炎にやり直しの宝珠を捧げれば、同時にラダカードが答え、選択したスキルを1つ振り直しができるようにしてくれる。どのスキルをやり直すべきか慎重に考えて自分で決めると良いだろう。まあそうだね、ここだね。この両手杖100なんで、これをね全部ね魔法に振りたいんですよ。ということで次回までにやっておきます。はい、ということで今回これ終わりたいと思います。まあゴーグルかけてますけど気にしないように。まあ次多分外れてると思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。